楽天ゴールデン。2番バッター牧、ジャイアンツこの回2点を入れています。さあ見事逆転に成功し、なおも追加点のチャンスを迎えています。やっぱり先ほどのホームランで流れを引き寄せましたね。そうですね、ここはどんどん畳みかけていきたいですよね。低め打った、セカンドが抑えた、二塁フォースアウト。バッターボックスニエセス。点差は別にしてチャンスをしっかりものにする、そういう姿勢、そういう野球を見せてほしいですね。さあ終盤でこの点差ですが、打ちました村林、一塁送球、一塁アウトでスリーアウト。さあ里崎さん、ここで変えてきましたね。そうですね、まあただこういう場面を確実に抑えることが勝ちにつながってきますからね。そうですね。さあここを引っ張った、これはサードライン。ゴールデンイーグルス対さあ、そしてバッターボックスには山本が入ります。さあ2アウトにはなりましたが、得点圏には先制のランナーを置いています。まあ先手を取って進めるためにも得点しておきたいですね。なるほど、そうですね。引っ張った、三塁線落ちてフェア、セカンドランナーホームイン、バッターランナー。打席には1番バッター中村。まあここで攻撃の手を緩めずに最後まで攻め続けてほしいですね。さあ終盤でこの点差。初球時打球はセンターへ、センター掴んで2アウト。バッターは3番小深田。先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。2アウトランナーありません。さあ勝利まであと1アウトとなりました。2球目打ちました、一気にライトへ、2アウトランナー。今日は東北楽天号。さあそして打席には吉川が入っています。さあ一打先制のチャンス、まあ、先手を取って進めるためにも得点しておきたいですね。なるほど、そう打ちました、セカンド取った、一塁アウト。スリー7番バッター山本。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。さっきは中途半端なスイングで三振でしたよね。ここはしっかり狙っていきたいですよね。そうですね。ソンチャーホー、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。バッターはフランコ。ツーアウトランナーありません。さあ勝利まであとワンアウトとなりました。そうですね、まあ落ち着いてしっかりと最後のアウトを取ってほしいですよね。はい、さあ最後のバッター変化球ジャイアン。